こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていないだけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナーニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、今回はですね、もう近い将来にゴキブリが世界を救う、というお話をしたいと思います。マジで先日ですね、またまた東北の方で大きな地震ありましたけども、近い将来です、サイボーグに改造されたゴキブリが災害救助に使われるという未来がもう実は見えてるんですね。まあそれ自体はね、災害救助に使われるということはいい話なんですけども、しかしもともとはというか今現在もそのゴキブリサイボーグはですね、動物兵器の一環として研究されています。あ、監視カメラとかの、そういうことですね。というわけで今回は動物兵器の歴史と最新情報、そしてその技術が転用されてやがて僕たちの役に立つテクノロジーになるかもしれないというお話をしたいと思います。あ、なるほどね。まあ、僕自身はですね、たびたびいろんなところで言ってますけど、トイプードル2匹飼ってるんで、というかもう物心つく前から実家で犬飼い続けてますんで、まあ、動物が大好きです、人間は信用できないけど動物信用できる。ちょっと分かっちゃう。おいおい。あ、そうなるんや。まあそれは冗談ですけども、まあなのでね、動物兵器はもちろん 200% 大反対ですし、まあ、もっと言えばですね、動物兵器だけじゃなくてどんな兵器であれなくなって世界が平和になることを心から願っています。まあたまにね、神尾 TV の中でもちらっと言ってきましたけども、神尾 TV を、僕が神尾 TV やってる一つの理由はですね、もう第三次世界大戦を絶対止めたいというのがあります。そのためにマスコミによって扇動されている日本人が一人でも多く目覚めてもらえるきっかけになればと思って、このニュースチューブなどをお届けしています。そうやったよね、知らん。まあ、とはいえですね、平和がいいとか平和になれって言ってるだけでは残念ながら実際には平和になりませんので、まあ逆に今回のお話のような情報を知ることもとても大切だと思ってます。はい、まあ、今実際に起こっていることを知らないとそこから先に進めないですからね、まずは真実を知ることが世界平和の最初の一歩かなと思います。なるほど。ではその本題に入る前にね、超やばいお知らせがございます。今ですね、マスコミによって洗脳されている日本人が一人でも多く目覚めてもらえるきっかけであればと思ってこのニュースチューブをやってますと言いましたけども、そのね、目覚めてマスコミによって洗脳されているような話をしてしまうとですね、YouTube さんからめちゃくちゃ怒られておりましてですね、そうですね、先々週は動画が1個削除されました、はい、その、ね、動画も公開して皆さんにたくさんの心配の声とお見せいただいたんですけれども、それをもらってこれからちょっと控えようって言った先週もまた一個広告が停止されてしまいました。あというわけで本当にこの神尾 TV 自体が今ちょっともしかしたら消えてしまうかもしれないというかなり瀬戸際にいっています。ね、というわけで万が一の時の保険の意味を込めてもらうの方で姫の場の方を登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼ってます。もしね、チャンネル消えたとしてもすぐ復活させますけども、最初の頃はですね、検索数も出てきませんので、その時はメルマガで URL を送らせていただきたいと思います。はい、ではまずはですね、動物兵器の現状をちょっと見てみたいんですけども、最近の大きな事件で言うとですね、今から約1年半前の2019年10月27日に、まあ、武装過激派組織 IS、通称イスラム国の最高指導者として言われていました、まあ、アルバグダディ容疑者がですね、シリア北西部の、まあ、トルコとの国境付近の村外れで死亡したという事件がありました。ありましたね。まあ、これは七藤さんの、ね、ニュースチューブでも扱ってもらいましたけれども、もう少しその経緯を詳しく解説するとですね、まずアメリカ軍の特殊部隊が夜中にヘリコプターでバグダディ容疑者の潜伏先の建物を強襲したんですね。それに気づいたバグダディ容疑者はその建物にあって秘密のトンネルに逃げ込みました。あ、もう地下に掘ってたわけですね。掘ってたわけですね。でその時にですね、実はこの時アメリカ軍に軍用犬、軍が管轄している犬の部隊があるんですけれども、その犬たちがそのトンネルに入っていた後を追ってバグダディ容疑者を追い込んだんです。その特殊部隊は突撃してないんですね。犬が突撃したんです。なるほど。でバグダディ容疑者はもう逃げ切れないと悟ったのか、着用していた自爆用ベストを爆破させて死亡したと、ということをアメリカ政府が発表してます。なるほどなるほど。でこの時複数の軍用犬のうち1匹が重傷を負ったという話もありました。でこうしたですね、特殊部隊の作戦の詳細っていうのは基本的には一般に明らかにされないんですけども、
この強襲作戦ではその目標となった人物がを追跡する手段としてまあ嗅覚ね、うんうん、匂いを嗅くのに優れている犬が使われているということが明らかにされています。ああそうですね。でその当時、大統領だったトランプさんツイッターでですね、うん、バグダディ容疑者を追い詰めた軍用犬についてそれあの機密なあの機密情報国家機密なんですよ、うんうん、その特殊部隊の作戦もそういう犬たちを使ったってこと、うんうん、だからわざわざ機密指定を大統領権限で解除して、うん、ツイッターで話したってことね。なるほどね。写真とかも機密指定を解除して素晴らしい仕事をしたって強調してその犬の写真を掲載しました、ね、だどの犬かっていうのも機密指定だったんですけどそれも解除したということです、うん、で実際その重傷を負った犬っていうのはその後回復して今もまだ任務ついているということらしいです、うんうんうん、だからですねこんな IT とかね AI が全盛期の時代でも犬の嗅覚の方が優れてるっていうことなんですよ。まあ、まあね、うん、だって特殊部隊ってなんか暗視スコープつけたりとか、うんうんね、熱センサーとかでね、うん、動物ならいきそうじゃないですか。まあね、うん、じゃなくて犬の方がいいとかいうことです。そうね、うんうん、では次に動物兵器の歴史をちょっと見ていきたいんですけれどもまず誰でも知っている有名なところで言うとこれ兵器ではないですけれども戦争にはもう馬っていうのは古代からつけものですよね。あ移動手段ですね。移動手段とかあと騎馬部隊ですね。あそうだそうだ、うん、あと荷物の輸送とかね、まあ、馬はずっと高いのに使われてきました、うん、さらに19世紀とかになってくると次通信手段として電車バトが使われるようになりました。あ情報ね情報のやり取りですね、うん、それまでは例えば人が馬で乗って走って移動してたりしていたんですけれどもそれよりまあ電車バトに手紙つけて送ったらはるかに早いということが分かってそれ鳩の扱い方とかも研究されてそういうのは使われるようになりました、うん、ちなみにこの辺りの軍事通信のその辺の大元がゆうちゃんの歴史このハプスブルク家の最終回で出てきたあの T 一族ですね、うん、なるほどなるほど。そっから広まったということですね、うん、その辺ちょっと詳しく解説する動画がありますので動画よりリンク貼っておきますぜひご覧ください。お願いします。こっちの動画は消えてないですけどね。そうですね、うん、消えそうやったのにそっちはだから内容的には絶対これが一番ヤバいんですけどねそっちはだから OK なんじゃないこうなんかもう都市伝説っぽくなってるT さんっていう言った赤名前名乃さんが連呼している問題作になってますね。お願いしますでは実際に次はですね動物自体を攻撃手段として活用する動物兵器っていうのもいろいろありました。これ20世紀に入るとですね次20世紀に入ると、うん、例えば1930年代には旧ソ連軍で敵の戦車の下に潜り込んで自爆する対戦車犬っていうのを考えられました。へー 犬に爆弾つけて敵の戦車の下に潜らせて自爆させるという。実際に第二次世界大戦ではソ連に攻め込んだドイツ軍の戦車部隊に対してその対戦車犬部隊が投入されています。でこれ旧ソ連軍の記録によるとその戦時中に約300両の敵戦車を破壊したと、すごいですね、いうことも分かってます。うーんでそれに対抗するためにですねドイツ軍もだから300、まあ、一応旧ソ連軍の記録によると300機も戦車壊されたんでこれやばいということで、うん、ドイツ軍はですね1942年に戦車にその犬対その自爆していく犬を倒すために火炎放射器を積みました。はー犬来たら火を放つと。そしたらどうだったかっていうとその犬たちはその火炎放射器によってパニックに陥って逆に自分の旧だからソ連旧ソ連軍の方に戻っていってソ連軍の戦車にしたら自爆をしたんですね。かわいそうね、うんうん、そういうことなのでそれがそういう自爆自分のところに戻ってきて自爆するって例が多発したんでこの実戦史はすぐに注意されてます。ああそうですか、うんまあ、そういうかわいそうな歴史があったということですね、まあ、実際現在ドイツは動物愛護の先進国ですけどね、うんうん、昔はそんなこともあったということですね、まあ、戦争中ですけどね、まあ、そんなこともあったということですね、うん、またアメリカ軍でいうとですね同じく第二次世界大戦中に夜行性のコウモリに焼夷弾、うんまあ、爆弾ですねをくくりつけたコウモリ爆弾というのを開発してました。ほうこれはですね対日本兵器として作られまして、うん、計画によると数百万匹のコウモリを夜明け前に日本の上空で放って、うん、コウモリだから日光を嫌うんで日本の木造家屋の屋根裏に泊まるんですね、うんうん、そこで焼夷弾爆破させるという、うん、計画がありました。へえでもこのコウモリ爆弾もですね開発中に逃げ出したコウモリが
逆にアメリカ軍の施設内で爆破するという事件もあったりとか、はい、もうそのコウモリを育てること自体に時間がかかるので、うん、時間がかかったんで結局は実用化されてません。なるほどね。アメリカ軍はその当時いろんな対日本の兵器が開発されてまして、うん、実際に採用されたのはまあ有名ですけど、マンハッタン計画ですね、原爆ですね、うん、が優先されたので実際にはこのコウモリ爆弾というような開発はそこでも止まってます、うん。ちなみにこの当時ですね、アメリカ軍は本当に今言ったように様々な兵器を研究開発してたんですね、うんうん、例えば地震兵器もそうなんですよ、うんうんうん、これはですね都市伝説でよく言われてますけど、実際にアメリカ政府の公式文書で地震兵器をこの第二次世界大戦中に研究してきたことは明らかになってます、うん、そうですね。アメリカ政府っていうのは機密文書でも時間が経って情報公開は絶対公開しないとダメなんで、そこに書いてあるのが地震兵器研究したっていうことも分かってます、うん、でコウモリ爆弾も研究したし、まあ、あとその原爆ですね、マンハッタン計画、いろんなやつをしてたんですけども、地震兵器は昔あったんですね、うんうん、でこれ地震兵器を開発してたってことも実は日本、例えば朝日新聞とかもずっと報道してたんですけど、うん、ある時期を境に一切新聞から消えました。消えましたね、うん、ってことです。はい、ね、あ、今自粛期間中なんで、 はい、あんまり言わないです昔のことだからこれは都市伝説じゃなくて昔はあったのは間違いないってことです。今は知らんけどね、うん、そういうことね。ないじゃん。話戻しまして、第二次世界大戦後で言うと1960年代ぐらいからはですね、アメリカの海軍でイルカの研究、イルカの活用研究が始まっています、うん、まあ、イルカって頭がいいって言われますよ、うん、そうですね。こちらはですね、実際にもう今現在まで数十頭が軍用イルカとして実用化されています。今も言いますね。うーん、でどんなことに使われているかというと、味方ダイバーの救助とか、機雷の探知とか、うん、海軍基地の内部とか周辺に接近してくるその敵国籍不明の潜水艦とか水上戦闘機関とか、うん、海から潜入してくる敵の特殊部隊などの警戒とか警備行動をしているんですね。すごい犬みたいな。あ、まあ、海の中で言ったらそういうことですね。へ、だ敵が敵の潜水艦とか発見したら知らせたりとか、敵の特殊部隊が来たら知らせたりとか、爆弾あったら知らせたりとかしているし、味方が溺れたら助けるとか、へ、いうことができている。これ実際1990年代の湾岸戦争からの時から公式に活動しているということが報告されています。そうなんよね。で昔はちょっと前までは軍用イルカについてもイルカに爆弾を取り付けて敵の潜水艦に対する自爆攻撃をさせるとかね、うんうん、イルカに毒矢をつけて敵の水中の敵に、水中に敵戦闘員に毒矢放つっていうような実験もされてました。どうやって？イルカが敵と発見したやつに何か反応したらピッて出すっていう。へえ。ただこれはいろいろ物議が、動物、もうこの頃になったら動物愛護はねだいぶあったので、うん、そういうので今は実践はされてないと一応言われています。なるほどね。でアメリカ海軍でいうと21世紀、次21世紀に入るとですね、うん、水中での機雷とか爆発物の捜索探知に軍用のアシカが使われています。アシカってそんな働くの、うん、へえ。だから水中にある爆弾とかね、魚雷とかの探知とかにアシカとかイルカ使っているってことです、うん、へえ。もう一度言いますけど、この IT とか AI が全盛期の時代でもイルカとかアシカの知能の方が優れているということなんですね。AI ロボットやからね、うん、基本的にその海を自由に、うん、まあ、船に積んだらいけるのか、潜水艦みたいな。でもそれよりイルカとかの方がいいってことですね。いいってことだよね。アシカとかの方がいいということで。そして21世紀に入ってですね、アメリカ軍でさらに研究開発がすごいなったのが、昆虫の体にマイクロビデオカメラ、だからめっちゃちっちゃいビデオカメラとか、うん、超小型無線機を取り付けて特殊部隊を含む第一線部隊、だから戦闘戦っている部隊の偵察手段として使うというものです。敵の偵察に使うと。なるほど。実際にですね、実験としては今されているのは大型ゴキブリ、カブトムシ、うん、体の柔らかい夜行性の大型のスズメガ、ガですね、ガとかにを生体改造、つまりサイボーグ化して偵察機に使おうという実験がされています。へえ。ゴキブリ、カブトムシ、カーですね。あ、ほんなら機械くっついてるんや。機械くっついてるっていうか機械にしてる、細胞、まあ、アニメとかで結構細胞化してます。マジで、うん、もっと言えばですね、今からもうほんの数年前にはノースカロライナ州立大学が大型ゴキブリにセンサーとか
極小、まあ、めちゃくちゃちっちゃい指令装置を取り付けたロボローチって名付けられたゴキブリ細胞群の開発に成功しています。しかもですね、うん、これバックヤードブレインズ社っていう民間企業からゴキブリを改造する細胞化キットが販売されています。キット、うんうん、そのロボローチっていうやつが、はあ、これですねゴキブリに装置をつけてスマートフォンでゴキブリ操作できるんです。いやなんかこれ YouTube とかでロボローチって検索したらいっぱい出てきます。あ、そう、あの気持ち悪いんで観覧注意です。ゴキブリに自分で装置つけて改造してスマホで操れるんですよ。そう、うん、もうそんな時代。ロボローチ作ってみたら行こうか。泣こうとしてる。あ、涙が出てきてる。違う、これおもちゃではなくてですね、うんうん、昆虫の脳機能を人間が任意に制御する科学実験用商品として販売されてます。やっぱりもう作ったおもちゃじゃないんですよ、だから。あ、そう、のゴキブリの脳に直接信号を送り込んで、だからスマホで操作できるわけですね。電気信号を送れるってことね、うんうん、あ、ほんならもうラジコンみたいに動かせるってこと。まあ一応そういうことです。で将来的にはね、もっと小型センサーとか通信機を取り付けて、冒頭で言いましたように災害発生時に倒壊した建物で下敷きになった人とか動物の救助に活用できる可能性があるということですね。なるほど、うん、こういうのは早い方がええからゆうちゃん。あのバズるからもういっぱいあると思います動画は。ゴキブリなんでね、うん、小さい隙間入れるじゃないですか、うん、で家にゴキブリ出てもそんなところに行けるのかっていうような小さな隙間から逃げるじゃないですか、うん、だからどんなところでも行けますし、ゴキブリなんて壁にひっついてるわけですから、うん、90の壁も登れるわけですよね、うん、まあね。でそして例えばですけども、その大元自体を AI で管理操作して、災害が起こった地域にここのゴキブリ細胞を数万匹とか放てば非常に効率的に人命救助できるわけですよ。そうだね、今までやった人が助けてって言わなあかんかったし、けど大越田さんが助けてなかったですけど、ゴキブリがブワーって回ってそのカメラを見て AI が人って判断したところに救助隊が行けばいいですね。まあね、だからすごく早く助けれる可能性があるというわけです。さっき言ったようにどんな隙間も入れるしね。だ将来はゴキブリが災害救助の最前線に立つと言われています。水にも強いそうやしね。そうですね、うん、ゴキブリに助けられどうする、ね、災害救助隊の数は限られているわけですから、うん、もうピンポイントで助けに行けるわけです。ほんまや、ほんまや、ね、よく言われるように72時間超えたら生存に関わるとか言いますけど、すぐに探し出せるから、ね、多くの命がより助かるわけですね、うん、ということもあるかもしれないということですね。なるほど。だからハンターハンターでゴキブリを念能力で操って偵察するっていうのありましたけど、今の大池商品化で あったね、うん、そういえばあれがもうほぼできるってことです。すごいね。そんな時代になっているということですね。なるほど、うん、気持ち悪い。いや、もうなんかすごい複雑な気持ちです、うん、でそれが多くの人に助けるなったらいいことですからね。でもなんかそんな今の時点で気持ち悪い、ね、気持ち悪いというか、なんかすごい、なんか何してるのみたいな、なんかそんなそうだね、なんか大人になりすぎたね。もうちょっと少年やったら俺やってたと思う、うん、結構会話とかしとったから今もうかわいそうでできへん。はいはいはい、そういう感じですね。なるほど。この他にもアメリカ軍ではですね、ネズミの脳に制御用マイクロチップを埋め込んで、うん、はい、胴体には小型カメラを取り付けて、はあ、その敵の偵察とか仲間の捜索活動にする研究も進んでます。なるほど。だからネズミの脳に直接マイクロチップ埋め込むってことはネズミを完全に操れるってことです。ネズミってめちゃめちゃ運動能力高いけど、あんな制御できるのかな。できるってことですね。で少なくとも現時点では、その小型、七瀬さんが言ってましたけど、小型の偵察ロボットを作るよりも、うん、その制御とか体の整備とか、まあ、あと音の静かさでいうとネズミの方がはるかに優れてるってことらしいですね。へー、うん、だ機械やったらどうしてもね、音したりとかでちょっとでかくなったりとか、うん、制御あんまりこう細かく制御できないんですぐ敵に見つかるんですけど、うん、ネズミやったらすごく全然見つからなくて偵察できたりすると。ネズミは見つけにくいもん。ということで、ゴキブリとかネズミの脳を人類がもうすでにある程度操れるようになっているということです。なるほどね、うん、もうこんだけね、こう出ていってるっていうことは
実際はすごい進んでるようからね。そういうことですね、うん、っていうことは、うん、将来的に人間が人間の脳を操ることもできる、いやむしろ長期的なゴールはそれ、今日はそんなやばい話をする予定ではございません、うん、もうそういう風になりつつあるよね。ちなみにこちらはまた別の動画でご紹介する予定ですけども、うん、テスラで有名なイーロン・マスクさん、いろんな企業を手掛けてますけど、はい、そのうちの一社ではですね、今実際も猿の脳に電極埋め込んでます、うん、そしてすごいことはこのお猿さんはですね、手動かさなくてイメージするだけでゲームができるんです。マジで？どういうこと？だからここ頭で右動けたらもう右動くんです、ゲーム内で。ゲーム内でコントローラー握らなくて、うん、ドラクエで戦うとかやらんでいいんや、うん、A ボタンピチ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 押さなくてもう攻撃って思ったら攻撃できるっていう、脳に電極直接埋め込んで、ベホイムって言ったらベホイムが、ね、できます、できるんや、うん、っていうことをつい最近の、クラブハウスでイーロン・マスクさんがおっしゃってました。マジで今一頭の猿の頭蓋骨の中に細い電極につながった無線インプラントを埋め込んでいると、うん、この猿は頭で考えることでビデオゲームをプレイできるというふうにおっしゃってます。すごい世の中になってきたな、うん、一応これはそう、これはその人間で、ね、体不自由になった方も体を動かすようにするため の, あの将来的な向こうしてこの時期あのやってるらしいんですけども、まあ、そんな時代になってきているということですね。うんね、うん、そっちの方が便利やわってなったらやる人おるやろうしね、まあ、これもだからハンターハンターじゃないですけど、将来だからマイクロチップピッて埋め込まれた瞬間操作系能力者みたいに全部操作される時代が来るかもしれないですね。うまいね、僕たちもピッてくっつけられたら、うまいや、まあ、負けですよ、負けや、うんうん、一発で操作される。やだ怖いまあ、それはもう全然あの妄想の話ですけど、うん、将来もう近い将来みんなゴキブリ操ってるかもしれないですよね。いや、やりたくないわうちの夫が浮気してるかもしれないからゴキブリで追わせて追跡しようとか、あ、うん、それより100匹ぐらいで追い込むとかうん、逃げられへんようにするとかね恐ろしいな。恐ろしい、他の人を、ね、うん、コントロールするっていうのはちょっと怖いですよね、うん、怖いですね、まあ、まあ役立つということで、うん、ちょっと見守っていきましょうか、そこら辺のね、そういうこと難しいとこですね。だから ね、もちろんね、戦争使うのは良くないとしても災害救助に使われたらまあいいかなと思いますね、うん、そうですね、うん、難しいとこでございますが、そうですね、まあ、というわけで今回は動物兵器がなくなることまた世界が平和になることも祈りつつ、動物兵器の歴史と最新情報、そしてその技術が転用されてやがて僕たちの役に立つテクノロジーになるかもしれないというお話でした。実際ですね、まあ、残念ながらというか、例えばですね、インターネットもそうですし、携帯もそうですし、コンピューターもそうですし、 GPS もそうですけど、これ最初は全部軍事兵器として研究開発されたんですかね。それが技術転用されて今僕たちの役立つテクノロジーになっているわけなので、世の中の進歩っていうのは 今のところ残念ながら最初は全部軍事から始まっているということですね。では引き続きこのコーナーでもその辺の最新情報をまたお伝えしていきたいと思います。でもね、冒頭言ったように今神尾 TV 自体はちょっとピンチを迎えてますので、万が一の時の保険を超えてまだの方で姫沼の方を登録しておいてください。お願いします。動画欄に貼っております。はい、兵器特集も続きますチャンネル登録お願いいたします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねお願いします。動画欄にこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。ではちょっと時間をしてるんですけれども、はい、今週はですね、まあ、YouTube さんに動画作成された動画を上げましたので、たくさんの応援メッセージをいつも見回していただきましたので、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。たけたけさん55歳男性会社経営者の方です。いつも楽しく拝見させていただいております。この番組を見るようになってから普通のテレビニュースを見ていると気分が悪くようになり、テレビを全く見なくなりました。神の TV を CM 抜きで見るために YouTube のプレミアム化になりましたと。ちょっとその気持ちは僕も最近わかりますね。ねえ、うん、結構 CM 多いですもんね。ん？え、違う、そういうことじゃないか。CM が多いですもんね。そっち。ガム TV だけじゃなくて、うん、やっぱいろんな YouTuber が CM やっぱ多いから。うん、いやテレビでも見なくなったって話ですよ。あ、そうですね。そっちね、そっちね。もう個
コインチェックの新聞ばっかりまあそれは置いといて、うん、そうですね、テレビ見なくなりましたね、うん、見れないですよね、うん、何を言うてはんのってなりますもんね、うん、すごい何でしょう、ワイドショーとか見てると、うん、なんやこれって、ね、なんやこれ、うん、茶番も茶番、茶番の上にまだ茶番してるわっていうね、うん、ことになってしまって一回、ね、一回でいいか、僕たちを一回呼んでもらったらね、うん、めっちゃくちゃにして争うわけやらしめっちゃくちゃにして、ね、しますけども、いやいやいや絶対呼んでくれへん全部買って呼んで生放送に呼んでほしい地上波の生放送めっちゃくちゃしますけど、うん、すごい噛むけどねでもね、僕なんか子供の頃は別にそれが正しいと思って見てましたから。ああ、でもみんなそうですもん ね、うん、そうですよね。あ、もちろん正しくないとは言いませんけども、うんうんうん、言いませんけど、うん、なんかこれそれがね10年前の、まあ、いろんな戦争、まあ、911とかあったり東日本大震災とかあったり、そして去年のコロナとかあったり大統領選挙とかあったりして、だん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 怪しくなってきた、ね、そうですね、気づいていったというか、あからさまになってきたというか、うん、っていうのもありますしね、うんうん、まあ、みんなでそういう感じに、皆さんがそういう感じになっていったら僕はね嬉しいですね、はい、うんうん、もちろん神尾 いつも言ってますけど、神尾 TV は正しいでも限らないんでね、皆さんもちゃんと自分で調べて、またさらに僕だけ言ってることを本当かどうか調べてください、うん、ということで、いつか地上波のテレビに僕たち出てめちゃくちゃにして帰ってやろうと思いますんで、うん、勇気のあるプロデューサーの方ご連絡お待ちしております、お願いします